ジェファーソン地域 A、The State of Jefferson は、アメリカ合衆国の太平洋岸、オレゴン州南部とカリフォルニア州北部の田園地帯であり、19世紀と20世紀に数度、新しい州となる試みが行われたところである。州となった場合の州名は、第3代アメリカ合衆国大統領、トーマス・ジェファーソンの名前を取った。19世紀に別の地域でジェファーソン準州が提案されたことがあり、またジェファーソンを州名として新たに州を作る動きは1915年、テキサス州のテキサスペンハンドルと呼ばれる地域でもジェファーソン州を提案した地域はシスキュートレールと呼ばれる交易と旅人の道が縦断しており、ヨーロッパ人やアメリカ人がアメリカ西海岸では最後に探索したところである。最初にヨーロッパ人が入ったのは1820年代であり、相当数の開拓者の入植となると1851年のワイリー化における金脈の発見が契機だった。この地域ではアメリカ州の先住民族との最後の戦いが行われ、また先住民族による最後の重大な反乱が起こったモードック戦争。1852年、カリフォルニア州議会の最初の会期で、ジェファーソン地域とシャスタ・カスケード地域を合わせたシャスタ州を作るという法案が提出された。その2年後には、オレゴン州南部で別の動きがあった。アメリカ合衆国議会にも州創立の提案がなされたが、保留のまま1859年にオレゴン州が州として昇格した。1941年10月、オレゴン州、ポート・オーフォード市の市長ギルバート・ゲーブルが、オレゴン州のカリー、ジョセフィーン、ジャクソン、及びクラマスの各郡が、カリフォルニア州のデルノルト、シスキュー、及びモドックの各郡と合わせて、ジェファーソンという名の新しい州を作ると宣言した。ゲーブルは、この新州の提案で、オレゴンとカリフォルニアの州境にある道の状態が、当時湯で汚れており雨や雪の時には、通れなくなり、経済的な発展を阻害していることに注意を引こうとした。地元の歴史家ジム・ロックは次のように説明している。当時は真面目な分離運動というよりも公衆の目を意識した行為だった。結局、アメリカ合衆国憲法に従い、この提案は両方の州議会とアメリカ合衆国議会の承認を得る必要があった。ゲーブルの行動は地域の人々が州議会は地域のニーズに無関心だと思っていたので、地域の共感を呼んだ。特に、シスキュー軍は賛成の立場を取り、郡庁所在地のワイリーカが、新州の首都になるとした。1941年11月、郡の代表が集い、州名をトーマス・ジェファーソンにちなみ、ジェファーソン州とすることを決めた。カリフォルニア州北部のラッセン郡とシャスタ郡は、分離独立の動きに難色を示し、カリー、シスキュー、トリニティ及びデルノルトの4郡がこの考えに同意した。1941年11月27日、ワイリーカの南、アメリカ国道99号線で、一軍の若者が劇的な効果を狙って、猟銃を振り回し車を止めた。彼らが運転手に渡した独立宣言のパンフレットには、ジェファーソン州が、カリフォルニア、オレゴン領州に対する愛国的反乱であり、前もっての告知があるまで毎週木曜日に脱退を続けるとしてあった。分離独立の動きは突然中止された。ジョン・C・チャイルズがジェファーソン州知事に就任した後のことだった。最初の衝撃は、ゲーブル市長が12月2日に死んだことであり、その5日後の7日に真珠湾攻撃が起こった。2003年4月のアメリカンジャーナリズムレビューの記事に次のようなものがある。この州は保守派と急進派が混在しており、政治的に多様である。多くの者は西部の人間に共通の政府と政治に対する軽視がある。政治家とおむつは同じような理由で頻繁に取り替える必要があるという文章が車のバンパーに貼られている。また、圧倒するようなオレゴン海岸から極めて優美なクレーターレイクまで、南はカリフォルニアにそびえ立つシャスタ山まで広がる地域に住民や観光客を引きつける景色にすがりつきたいと願っている人も多い。この地域はジェファーソン公共放送のような施設によって補強された一体感を保っている。ジェファーソンはワイリーカとオレゴン州のオブライエンをつなぐ108マイルのジェファーソン州継承環道という名前に記念されている。この道はカリフォルニア州道96号線と合衆国林道8号線に沿っている。カリフォルニアとオレゴンの州境近くにはクラマス川の景観が楽しめる展望所に州創設の試みを説明する3つの案内板がある。2004年7月時点でジェファーソン州と想定される地域には423,004人の人口があり、アメリカでも最小の州人口ということになる。この人口の少なさと誇張された表現によって、特にカリフォルニア州の他の部分との対比により、今、アメリカ議会に州昇格の提案をしたとしても成立しない可能性が強いと考えられる。州の旗の地は緑色であり、図案はジェファーソン州の印象である。金色の円形の円には、ザ・グレート・シール・オブ・ステート・オブ・ジェファーソン、ジェファーソン州の印の文字があり、中央には2つの点字が斜めに配置されている。2つの点字は、ダブルクロスと呼ばれ、オレゴン州セーラムとカリフォルニア州サクラメントの州政府から見捨てられているという感情を意味している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。